具体的なとこをごめちゃんに聞いていきたいなっていう。実際その現状どんな感じなんかを。そうですね、現状は人手不足。人手不足の理由が愛媛なんで、こう大阪と比べて内定の数がこう圧倒的に違うというか、まあ従業員とその相性というか、そういうのが合わなくて、まあ僕のまあ愚痴を言うたりとか。長くいたいに繋がるからね。お気に入ってる部分ありますね、やっぱライオンの手から。昔はなんかお前パンツ見せるか、お前シャンボー下ろすか、お前どっちにどっちすんで、やったことないことをチャレンジしていきたいなと改めて思いましたね。一つずつね、問題ちょっと解決していこうとは思っておるんですけど、一本目の動画で言わせてもらったそのコメンコ代表と従業員のこの人間関係みたいなのが結構俺は深いんじゃないかなと思ってて、でこの深いって何がかって聞かれたら、まあ溝っていうか、溝がちょっと深いんじゃないかなっていうのを正直今感じてます。でそれの、大きい理由が、まあ米ちゃんっていう人間性、あのキャラクターっていうのがあって、そのキャラを見るんじゃなくて、代表っていう店の一番上やって見た時に、なんでこんなやつに俺が言われなあかんねんとか、こいつ仕事できひんのになんで俺が言われなあかんみたいな、まぁ、ちょっとなんていうの、分かりやすく言ったら尊敬がないっていうかな、うん、言葉で置き換えたらそうなると思うんです。それになってる現状があるとは思います。でこればっかりはね、今後に関して米ちゃんに、まあ、尊敬される人間になるには、普段からこういう動きしましょうとか、そういうのは、まあ、細かく教えていかなあかん部分だと思うんですけど、実際にその、お店に来ないとか、まあ、僕が愛媛ここ来る前に何人か従業員と電話で話したんですけど、ちょっとおかしいこと言ってるんちゃうかって思うこともまあ多々あって、まあ、具体的には伏せますけど、その内容でまあ一番大きかったなって感じたのがこの、まあ、立ち位置的な問題。なんでこいつに言われなあかんのかわからんと。っていう部分が、結構出てきたんで、電話の内容でも。まあ実際ね、今回僕と、あとは他のフォーカードメンバー、まあスペシャリストたちを呼んで出勤するよって、まあ言うてて、それもまあ知ってるとは思うんですけど、まあその現状で来てない子ら。まあそれも一人二人とかじゃなくて集団で、わからんけどね。まあ僕が集団のリーダーとしたら、俺は今日行かんから、お前らも行くなよってなってんのか、ああ、じゃあ俺も行かんす、俺も行かんすってなってんのか、それはちょっと現状はわからないんですけど、まあ実際に、現実見た時に来てないのが何人かおると。その中にはあれですよ、学校でとかさ、仕事で昼食してて、今日と明日とか行けないんですみたいな子も中にはいてるんですよ。だからその子らに関しては何の問題もないと思います。幼稚というか、なんやろな、その、誰かのせいでとか、誰かが原因で店行かないですは、正直、俺はプロじゃないなと思いますね。うん。持ち込んじゃってるっていうのが、これは俺は大きな癌になるかなと。100% 問題になりかねへん。ことやと思うんで、まあこれは排除せなあかんのじゃないかなとは思ってます。うん、まあその上だから現状お面子代表に入ってる話もあるやろうし、あいつが理解してるとこもあるやろうから、ちょっと聞いていって行動に移せる分も移していきたいなと思います。米ちゃん今日出勤めっちゃ少ない。なんかそうですね。そうそう、一応声はかけてるんですけど、え普段はでも来てるやんな。来てる時もあれやんの、グループラインに。そうですね、出勤出勤にはやってくれてるんですけど、なんかこうイベントってなった時、なんかまあいや、まあ、前明日休むわみたいな感じの、まあ、会話は聞こえたんですけど、まあ、実際本当に休んでる子がいたんで、まあ一応他の子にも明日出勤出てくれへんっていうふうには言ったんですけど、あ出てくれへんなんやっていう聞く側なんや。もうまあ既にその時点でではなってる。まあ明日は出れへんっていうのを聞いて、まあ出れたら出ますっていうのは言ってたんですけど、だからまずもうその時点で感覚出たらもうバイトや。そうですね、な店長がさ、そのこの日ちょっと出てくれへんかみたいな言ってるレベルやな今。そうですね、で言ったもう今普通遅くらいこうならへんから、はい、はい、僕出さしてくださいとか、休みの日でも営業してくれないですか、いいお店って結構こういうことが起こるんです。はい、それは今日来てない子ほらに、やっぱりこう、チョリさんは前もとこう電話してくれたと思うんですけど、はいはいはい、まあどんな内容で喋ってたのかなっていう、もう聞きたいですね、ちょっと。いやまああれは一人一人言わなあかんことはちゃうかったけど、はいはい、ただまあグループラインにさ、今日の朝方かな、はい、に送ったのが全体に伝えた内容やないけど、やる気ないんやったら雇う気はないと、はい、今そこに手使ってる時間じゃなくて、なんとかこの組織よくせなあかんからっていうのを伝えてねんな、電話でも。で、その上で来てないってことは、もうそういうことや。やる。そうですね。うん。だからまあ、簡単な話、そういうのを置いてたら、正直、癌になると思う。まあそうですね。広がっていくし。
その子の問題を解決せなとか、まあ例えばうまい、ここのさ一個のお店がうまいこと言ってたってなって、うまいこと言ってる中でも一人がちょっとこうこんな感じなんですよやったら、その子に終点当てれるけど、今ここの一つのものを解決せなあかんから、がんになる可能性がある人を今残してたらちょっと厳しいな。で、まあ実際に今日さ来てる子ら2、3人おるやん、はい、何個や、5人ぐらいもかな、はい、その子らもめちゃくちゃやる気、喋ってたらさやる気すげえあるから、そういう子らになんていうマイナスな要素、働きそうな要素がちょっとでもあるなら今は排除するっていう手を取らなあかんかもしれんな。そうです、うん、まあそれは経営者としての決定やから、これ一俺やったら、俺はなんとか人を変えようと思って今まで今何分かに500人ぐらいのかな雇ってる子で、この子らはもともとできたことではないけど変えてきたしやってきたけど、でも経営者の答えとして出すなら今はその子らはいらないかなっていう、その子に使ってる時間よりも今やろうとしてくれてる子らに時間使った方がいいお店にはなると思う。そうです、だから言ったらその集団で休み取ってるみたいな感じだろ、なってますね、うん、やったらもう全員に言うべきやな。だから俺らもう大人やからっていう表現がおかしいかもしれんけど、ちょっと幼稚なよな。俺らお客様にお金使っていただかなあかん側やのに、どんな理由であれお店にいないっていうのは俺の中ではやる気ないやつやな。まあそうさ、俺がお客さんだとそう思うし、店におらんようなやつ、自分の気分で店行かないとか出勤態度に出してくれずに、俺が300万使うからって多分使わんから、そんなホストには。だから結局多分それか売れへんになるやん、そういうサイクルが続いてるやと思うから、まあ、それに関しては、まあ、電話でちょっと出てくれたら話す。はい、まあそれでいこうか、じゃあお願いします、うん、これもう集団でボイコットしてるみたいな感じですか。いやもうそういうことなるんじゃん。どうなんコメちゃんのその感覚的に。まあ出勤、まあ、しないっていうんだったらもう本当にやる気がないのか、それともなんか何かを 思ってるのかちょっと本当にまあ分からないんですけど、うん、何なんすかね。いや今一応まあ LINE も入れてんけど、普段は来てる時は来てるよな。そうですね、まあ、あのまあ要するにだからやる気ないと見なされるけど、普段来てる時は来てるけど、まあ俺が昨日グループ LINE にも入れてるからさ、来なかったらそもそも話しならんよと。で、それが原因でこうなってるんかもしれへんや、その原因の一つになってるかもしれんから、もうこれは俗に言うまあボイコットっていう扱いでいいんじゃない。じゃあそこに当てはまると思うけどな。え、来てない時も来てないやろ、だって一人来ないってなった時に、その一人が来ない時は全員で来ないみたいなって感じなんじゃない。まあそういう時も、例えばそういう問題が起きた時とかもう本当に、まあ、来ない時も来ない時もありますし、でも今解決せなあかんの、このボイコットをなくそうじゃなくて、今店がこうなってんのは何かを探しに来てるから、まあ、それもその一つかもしれへんな。どんな理由であれね、店作っていくにはそれは必要ない、だからいらんもんは排除していかれるしかないから、その人間がいらんとかじゃなくてその行動ね、まあかけ直してきたら俺が連絡するし、その子たちが自分のやりたいように、まあちょっと子供っていうんですかね、その、あの、まあ、僕もこういう状況になったのが初めてなんで、頭ごなしに首やって言ったんじゃなくて、いてなかったらもうこういうこととみなすねっていうのを前もって説明した上でなんで、店が姫のことどうのというよりはその子が姫のことをまあバカにしてるじゃないかなと思うんですけど、僕まあごめん、すみません、うん、いや急に首にはしてないんで、